はいどうもピョーキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースなんちゃらかんちゃら過去トロールいや読めないよこのハングル語は。ただですねこのトロールコースを作ってる方韓国の心理学者らしいんですよ。なんで今日は心理戦になりそうだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.68%。 僕に心理戦で勝てるかな。開幕放題いやある意味僕のこと分かってるね。じゃあ四角の枠叩きますどうすりゃいいのこれ。あ、なるほどね。あのボム兵がブロックを壊してくれるからあの土管に入れるっていう感じか。すぐ右に行ってボム兵がこのブロックを壊してくれるのを待っておけっていう感じでしょう。これなんだろうね。それじゃあおとなしくこの場所でボム兵を待っておきたいと思います。さあこっからだね。こっから本番開始っていう感じだね。じゃあここのホーナーが一旦抜ける。そしてこのハテナを叩く。バネ、うわこのバネ出したらいけなかったみたいな。いやそんな感じだよね。あ、いやいいんじゃないね。でこっから上に行くみたいな。いやでい、なるほどね。さすが心理戦っていう感じだね。じゃあ一旦ここはさバネを出すところまでは合ってると思うんだよね。でこの四角の枠のところに追っておいてこのパンを叩く。そしたらなるほどツタが出てきてくれんのか。この四角の枠は何もなさそうだね。じゃあ上に行きたいと思います。なんか待ち受けてるんじゃないか。上に大丈夫そうだね。それじゃあ土管に入っていこうか。次はどんな罠が待ち受けてるんでしょうかなんかブラパいるけど大丈夫か。この待って落ちとってこない。ここでスタートルナイス。それじゃあここは右に突っ切ってよかったのかな。上に行ったらいけないってことはこのまま右にダッシュするしかないよね。そしたらツタが出てくるみたいなバネか。それじゃあ行きやすか。こういう時バネ役に立つね。じゃあここのハテナは何。あっ危ねえナイス反射神このバネ野郎がそんじゃあ次は中間ポイント取ろうか。ここは右に出してすぐジャンプ。いやでも花がいるから絶対取れないよね。あ、なるほど、ワルタの上に行ったらいけなかったっていうことで、ね、そんじゃ一旦このままどうせだからさ右に進んでてみるね。ここはなんもないのか怪しすぎる。もう右に僕ダッシュしていくよ。この石親父も越えていきます。石親父みんな見てて。次は絶対中間ポイント取れるからこの場所で待っておいたら上に上がるでしょ。そしてこの中間を取れるっていう感じだね。さあ次なんだよな。この石親父を、いや上行ってみる。こっち気になんない。当たり当たったんじゃないこれ。あいやこれはもう出しすぎでしょ。絶対にいけんやんかこんなの。まあ上が正解だとは思うんだけど右が気になるんだよな。こっち行ってみる。そしたらうわやっぱブブーって言われてるもんね。そして右上にさ50コインの方に行けって書いてるからこっちじゃないんだろうね。こっちはなんだろう死に耐久っぽいぞ。なんだこの新しそうな死に耐久は。面白すぎないかこれ。放題でやられろっていう感じから挟まれて絶対そうでしょこのアイディア面白いね。そしたらここは上に行きたいと思います。ただ四角の枠ここは戦うようにしよっか。そしたらさ右のこのブロックが恋になって右に進めるっていう感じだと思うんですよ。このバブルより先に行く。どうなる。うわ四角の枠がどうなる。待ってこないで火の用心じゃあここのバブルを落としておいて右にやって上から行けっていう感じだね。待ってバブル来る危ねえこっち来ない。大丈夫だね。ここは左が正解。右は、いや熱い。これ持っていくんじゃないの。あれB が邪魔で入れねえここのブロックは左側の方だけ叩いてドアに入れっていう感じだね。それじゃあ進んでいきますか。 B があったら入れないとか。うわなんかこれ襲ってきそう。大丈夫。あっこっち来んのここは右に逃げておこっか。一旦この場所に逃げておくね。そして右の上に行く。そしてツタに捕まる。うわどっちが正解だ
こうやめてよ。まで、いつもそんなことばっかしてさ、楽しいか。じゃあさ、ここ一旦左のハテナ叩いて上に行く。これでよかったんだね。わざわざ右に行かなくてよかったな。5回左ハッシュ、そしてどんどん待って、まだここがよくわかんないんだって。四角の枠に追っておけばよかったのかな。そしたら大丈夫みたいな。はだー、もうわかったよ。ここに追っておいてすぐ右に行けっていう感じだね。そしたら土管に入れるんだ。それじゃあ進んでいきますか。なんですか、ここは大丈夫か。一旦右に行こうか。そしてファイヤーを取る。これで合ってる絶対。あ、やった、普通通してくれた。いいんですか、こんな感じで。なんでよ。なあ、なんで戻すとかそういうことすんの。いやでもさ、こっからなんか違うんじゃないの。頼む、なんかさっきと違うパターン来てお願い。上が正解なのか。さっきと一緒やか。そんじゃさ、ここは中間取ったらいけなかった。あ、間違えた。それじゃあ次は絶対攻撃しない、スピンジャンプで上に行けっていう感じでしょ。スピンジャンプしてもファイヤーが出るの忘れてたよ。これどうすればいいんだろう。もう一回中間戻れっていう感じでしょ。じゃあすぐ一旦上戻ろうか。そしたらパック復活してないから。熱々熱々、これで一旦当たって上に行く。あ、こういう生き方が正解っていう感じでしょ。今ブブー言われたけど大丈夫。またお前か、この野郎が。マジで大概にしろよな。ガリガリをジャンプして抜けていくっていう感じか。そしてこの下に行けっていう感じでしょ。下ろしてよ、頼むって。これどうやって降りた。やっと降りれたね。そしてなんか出てきそうだな、これ。あ、バネ、バネはまあいいでしょ。はい、ダメ。じゃあここはバネが出てくるの待っておいてさ、土管に入れっていう感じだったね。まさか右に行ったらダメとか思わないじゃん。ここはここはすぐ右、ここはすぐ右、ここはすぐ右、そしてこの四角の枠。なかなかよ。大丈夫。なんかこの辺にさ、音符が隠されてたんだよね。なんでこっからジャンプして右に進めっていう感じだね。そんでここに確かボム兵が出てきたから、このボム兵にブロックを開けてもらって、タイミングよく上行こっか。次上行きます、このタイミング。さあ、こっからなんだよな。落としていいのか。落としてみるね。ボキャー。いや、これ絶対落とすの合ってると思うよ。落として右に避けろっていう感じなんじゃないかな。そしてこっから下はないよね。右に進むしかないと思うんだよね。で、あのドアに入る。それが正解だと思います。なんで上にあんのよ。これさ、右下の黄色い土管めっちゃ怪しいよね。あっち何なんだろう。あそこにね、絶対入ると思ったんだけど、ここでタイミングがまずわかんねえな。今よし、完璧すぎ。それじゃあ進んでいきましょう。うわ、信用していいのか。左下の土管か、いや矢印信用しようか。僕はこの心理戦で勝ちたいと思います。行き過ぎちゃった。いや、右下の扉なのかな。左下の土管もすげえ気になるんだよね。あっちが正解っていうことはまずないでしょ。こっちピンポンって言われてるもんね。うっそ、うぜ。マジでうぜ。あのバネ、すみません皆さん、僕はどうしてもこの土管が気になるんだ。入っていきたいと思います。なるほどね。タタタタタ、声を悲して罠かかりまくって笑顔を浮かべてた。こんなの他にやる人は誰もいない。何をしてるの、頭やられてるの、音元やられてる。どんなに遠いゴールでも、どんなに長いコースでも、ゴールする俺だった。そんじゃこのバネ自体すぐ右に行けっていう感じじゃないの。そしてこの下に行けばゴールができる。いや、まだかよゴール。もうゴールあると思ったんだけどな。待って。一旦下に落とすか。一旦下に落としてこのまま上に行く。いや、絶対ここゴールと思ったんだけどな。なんかゴールっぽくない雰囲気が。じゃあカロンの甲羅を残したまま上に行けっていう感じだと思うんですよ。ここでヒップドロップで上の土管に入る。頼む。よしよしよし。いや、ブブー言われたけど大丈夫。この辺なんかゴールっぽいな。うわ、危ない。ちょっと待って、一旦さ、このボム兵が爆発するの待ってみる。そしたら下にあるよゴールが。
これいけるのか、どうなんだ、頼む、やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、倒せない最強のクリボーということで、説明文を見てもらっても分かる通りクリボー一匹が強すぎるって書いてるんですよ。でね、僕マリメ2が発売されて以来ずっとやってるんですけど、コース名の右にさ、山と旗みたいな感じのがあるじゃん、あれゴール条件らしいよ最近教えてもらいました。みんなあれがゴール条件って知ってた？まあまあ、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率が 0.37%。 倒せないクリボーって書いてるから、あ、ゴール条件は1回地面から離れたら着地しないでゴールなんだね。ということはクリボーを倒せっていうことじゃないのか。これジャンプしないでどうやって行くのちょっと待って、もう無理だよね、もう1回ジャンプしたからもうゴールできないよね。うわ、これはどうやってクリボーを抜けるんだろうね。このクリボーは倒せないと思うんですよ。倒すためにはジャンプしなきゃいけないもんね。なんで上のキノコを取ってクリボーを抜ける、絶対そういう感じだと思うんですよね。ちょっと待って、クリボー来ないで、恐ろしい、何よりも恐ろしいよクリボーが。頼む、早くキノコ来て、クリボーは来ないでいって上でキノコ取ったらさ、着地判定しないみたいなのないかな。一旦ここで壁キックしてみるね。壁キックしてキノコを取る。うわ、やっぱ離れたことになってしまうんだね。ちょっと待って、最速見ていいかな。12秒、いや約13秒かかってんのか。っていうことは13秒間約このクリボー足止めしろってことだよね。今ちょっとジャンプしたねクリボーが。もしかして近くに行って遠くに行く、それの繰り返しなんかな。なんで一旦近くに行くでしょ、そしてジャンプした瞬間左、そしてもう一回右に行ってジャンプした瞬間左、これの繰り返しなんじゃないかな。本当にちょっとそれをマハでやってってみるね。右行って一旦左行く、そしてもう一回右行って一旦左行く、そして右行って一旦左行く、そして一旦右行って左行く。これでキノコ取れないから、どうせーキノコお母さん行ってきます、今日こそ伝説のキノコを持って帰ってくるよ。行ってらっしゃいピヨキング、道中にはクリボっていう悪者がいるからね、見つかったらすぐに帰ってくるのよ。もう見つかったよお母さん、助けて。あなたね、私の大事な息子ピヨキングをやったのは私の何よりも大事な息子、よくもやってくれたわね。仇はしっかりと取ってみせるから、かかってらっしゃい。あらやだ、私ジャンプしたらいけないの忘れてたわお母さんはどっちじゃろう、わしがしっかりと息子の敵を撃ってみせよう。さあ来るんじゃクリボー、わしはジャンプはしないぞ。どうだ、雑魚は引っ込んでやろう。とうとう私の出番が来てしまったようですね。誰ですかあなたは。天聖ピヨキングです。お父様お母様、今まで心配おかけしました。生まれ変わったこのピヨキング、こんな雑魚一匹通り抜けて死んぜよう。スペシャルキノコテイク、やったどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。